第13課聞き取り練習和製英語というのは何でしょうか説明をよく聞いて問題に答えなさいこの頃の日本語には和製英語がたくさんあります和製英語というのは日本人が英語から作ってしまった単語でアメリカ人には分かりにくいものです例えば「フリーター」という言葉がありますが分かりますか あの人はフリータータだといいううように使います。これは暇がたくさんある人という意味ではなく学校を卒業しても会社などに就職しないでアルバイトやパートタイムなどの仕事だけをしている人のことです次にトレーナーというのはどういう意味でしょうかこれは英語のトレーナーと全然意味が違います日本語では運動などをする時に上に着るセーターのようなもの つまり、スウェットシューのことです。フリーサイズというのもよく聞く和製英語です。フリーサイズのトレーナーとか、フリーサイズの T シャツなどと言います。普通は大きいサイズとか、小さいサイズとか、いろいろなサイズがありますが、フリーサイズというと、サイズが一つしかないという意味です。コンセントという和製英語も分かりにくいものの一つです。これは、 <Con> という英語から来たと思われていますが英語の言葉からはこの言葉の意味は全然わかりません日本語では電気器具のコードを差し込むのことなんですこのように和製英語は英語のようでありながら英語ではない単語ですですからこれを覚えるときには英語だと思わないで他の日本語の単語と同じだと考えて覚えた方がいいでしょう